さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は御殿場アウトレットでのコスメの購入品を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回は御殿場アウトレットでの購入品なんですけど、また次回の動画で洋服とかの購入品はやりたいと思うので、そちらの動画は別動画で上がると思うので楽しみにしていてください。で、今回はコスメも買ってきたのでそちらを紹介していきたいと思います。で、今回はこんな感じのザ・コスメティックカンパニーストアというところと、こちらのコスメティックス&デザイナーフレグランスというところでリップを買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、それでは紹介していきます。まずはこちらのコスメティックスカンパニーストアっていうところで買ってきたものを紹介していきます。はい、こちらで買ってきたものはこんな感じの2点を買ってきました。このね、マックのリップを2本買ってきました。じゃあまずこっちの方から紹介していきます。こんな感じの箱に入っているんですけど、開けていきます。はい、開けるとこんな感じで黒いパッケージに入っています。マックのリップがめっちゃ欲しくて、結構ね、いろんな方が持っていたので欲しくてこれを買ってもらいました。で、普通に買うより 30% オフくらいになっていて、めっちゃ安かったのでこれを買ってきました。で、ちなみにこちらはパウダーキスリップスティックフォールインラブっていうやつを買ってきました。で、これを開けてみるとこんな感じの色になっています。じゃあ今回は唇に塗らないで手に塗ってみたいと思います。ちょっともったいないのでちょっとだけ塗ります。はい、塗ってみるとこんな感じの色になっています。見えますか、こんな感じのね、結構濃いめの、この見たままの色合いの感じに出ます。で、こんな感じでめっちゃ濃いピンクなので、唇に塗っても発色が良くていいと思ったのでこの色を買ってきました。で、私こういう濃いピンクが好きだったのでこの色を買ってもらいました。ちなみにお値段は2400円でした。アウトレット価格が2400円なので 30% オフくらいになっていました。はい、まず一つ目はこんな感じです。それでは続いてこっちのピンクのパッケージに入っているものを紹介していきます。で、これも開けていきます。はい、開けるとこんな感じでね、桜のパッケージになっています。めっちゃピンクで可愛いです。で、これは調べたんですけど2019年の春の限定品らしいです。で、これはお値段2700円で、ちょっとさっきのものより高いんですけど限定色なのでいいかなと思ったのでこれを買ってもらいました。で、これも同じく 30% オフで、開けてみるとこんな感じの色で、これね、ちょっと間違って買っちゃったんですよ、色。濃い色と薄いピンクで迷ったんですけど、濃いピンクの後ろにある箱を選んだんですけど、なんか間違ってこの色が入っていたので、どうしようかなと思っています。で、色はこんな感じで、ちょっと今は出さないんですけど、中も箱の部分がピンクでめっちゃ可愛いです。これはね、パッケージがめっちゃ可愛くて気に入りました。で、この色はリップスティックヘイキスミって書いてあります。これはね、間違って買っちゃったんでどうしようかなって思ってます。はい、2つ目はこんな感じです。それでは次、はい、続いてこちらのコスメティックス&デザイナーフレグランスっていうところで買ってきたものを紹介していきます。で、ここではじゃあこちらのイブサンローランのリップを2本買ってきました。じゃあ2本同時に開けていきたいと思います。はい、開けてみるとこんな感じで2本違う色なんですけど、まずこっちがボリュプテティントインバーム3番で、こっちがボリュプテティントインバーム7番を買ってきました。これはティントを買ってきました。で、これも 30% オフぐらいのお値段になっていました。これはもともとこの色を持っていたんですけど、これはこんな感じの色なんですけど、結構濃いめのピンクなんですけど、めっちゃいいので違う色も買ってきました。ではね、ちょっと1本ずつ出して紹介していきます。で、まずこっちが3番です。3番はこんな感じでめっちゃ薄い感じの色になっています。これはティントなんですけど、ちょっと手に出してみます。はい、今出した色がこんな感じで、ちょっと見えにくいんですけど、本当に薄い色なので色付きリップみたいな感覚で使いたいなと思ったのでこれを買ってきました。で、これはティントなので、もうちょっと時間が経ったら色が出るんじゃないかなって思います。はい、まず一つ目はこんな感じです。それでは続いてこっちの色を紹介していきます。これは7番で、開けるとこんな感じでちょっとオレンジっぽい色になっています。ではね、これも手に出して塗っていきます。はい、今出した色がこの色なんですけど、
ちょっとこれよりオレンジっぽい感じで肌に馴染みやすい色なんじゃないかなって思います。これとこれは使い分けて使いたいなって思います。はい、こちらはこんな感じで以上です。ということでね、今回はこの3番だけ唇に実際に塗ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、つけてみるとこんな感じで本当に色がつかないのでリップクリーム感覚として使いたいと思います。はい、ということで御殿場アウトレットでの購入費用こんな感じで以上です。はい、ということで今回は御殿場アウトレットで買ってきたコスメを紹介しました。全部ねめっちゃ安くなっていたのでぜひ皆さんも買いに行ってみてはいかがでしょうか。今回は御殿場アウトレットでのお買い物の様子は撮ってこなかったんですけど、ちょっとね買い物する予定がなかったので撮っていないんですけど、次回の服の購入品紹介の動画も楽しみにしていてください。ということでこの動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。デパコスがめっちゃ安く買えるのでおすすめです。ぜひ皆さんもこの動画を参考に気になったものがあったら御殿場アウトレットにお買い物に行ってみてください。ではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。